ちは、ボクンゲームでございます。今回も動画の方をやっていきましょう。ということで、皆さん、この選手誰だか分かりますかね。ディフェンセンス、ボールダッシュ85-88、スピード瞬発力85-82、そしてスタミナ97という。これですね、レベル30です。これ、レベル30で総合値がヒント80でございます。はい、こんな感じですね、能力全体的に。オフェンス系はそんなに悪くはないと、能力。これウイリアプリ最近始めた方はね、分からないかもしれないです。だから昔からね、やってる方だったら分かる方もいるかもしれない。マチュイディでございます。はい、この選手ですね。まあ、フランス代表ユベントス所属なわけなんですけど、多分ね、今自分が持ってる、マチュイディと能力なんか違うよって思った方いると思うんですよ。自分のね、皆さんが持ってるマチュイディと。はい、このマチュイディですね、実は、シーズン情報が古いね、S17 さん。まだ 18A バージョンの、マチュイディもこの能力かな。はい、18B の、シーズン 18B のアップデートの時にマチュイディ能力ちょっと変わってね、確か総合値が上がったのかな。ただね、個人的には、旧マチュイディ、昔のね、このマチュイディの方が強いかなっていう気はしますね。まあ、能力、ちょっと今現在入手できるね、マチュイディ見てもらいたいんですけど、こんな感じ。はい、やっぱスピードと瞬発力だね、やはり。ここが昔のマチュイディからね、8ぐらい下がってるんですね、スピードは。で、瞬発力も3下がって。あとはディフェンスエース、ボールダッシュはそんなに変わらない。ただまあ、ボールダッシュが88と昔のやつ高いね。で、オフェンス系の能力はちょっと上がったのかな、ボールコントロール、ドリブルが。で、まあ、総合値が83になったと、18B で。ただね、個人的には総合値80のね、80でこのマチュイディってなかなかやばいと思うんですよね。はい、ということで今回はですね、まあ、こちらの、まあ、今現在入手不可能な、能力になっているマチュイディを使ってね、試合の方やっていきたいと思います。では行きましょう。さあ、ということでマチュイディ使っていきましょう。調子普通ですね。バイリーの調子が悪い。これはバラン入れてって、すげえな、スパサブ組かなり調子いい。後半の途中から入れていきたい。とりあえずスタメンこれでいいですかね。ということでお相手のメンバー確認。433でジェラード・ベッカムいますね。ボランチにレジェンド組がいて、あとはベイル・ベンゼマ、サンチェスの3トップということで。よろしくお願いします。はい、ということで今回ね、まあ、旧マチュイディ使っていくわけなんですけど、まあ、この選手やっぱスピードがね、あの旧マチュイディあるんで、戻りの時の速さ、あとは攻撃の時、ワンツーの時にスッとね、こう、相手がつけないスピードでヒュッて行くことができるんで、まあ、そういうところで活かしていきたい。あとはマチュー AI もかなり強いですからね。総合値80とは思えん、これ。総合値80とは到底思えない。OK。お、いいとこ入ってきた、ベイルが。三角形できた。完璧ー。うわー、お、おいや、今のは、決めたかったけど、惜しかったな。ベイルが真ん中に入ってきてくれたんで、すごい攻めやすかった。ボアテン、キュロ。無理か。これ、どう来るかな。パスしてくるかな。ドリブルかな。ここでパスじゃない。狙える。いや、うん、まいパスだな。ただ、こう。いや、ちょ、それはやばい。そのごちゃごちゃになるのはやばいよ。OK、これは取れる。さあ、マチュイディ。OK、ここね。よし。ベッカムが結構戻ってきてますね。さあ、しかし。マチとこの三角形。マチュイディ決めろ。よーし、OK、ここ止めれんでしょう。2列目からの上がりがあったよ。2列目のからの上がりがあるぞ。クレヨンしんちゃん風の題名の言い方。さあ、やっぱこのね、マチュのスピードのところ、やっぱ速いですね。85のところ行かせれて。そう、取れるんじゃないこれ、ワンツー。さあ、2枚行こう。2枚行こう。ここのフラスルね。うわー、ダメか。あそこでもうちょっと手前に落とせたら完璧っすね。いえ、なになになに？なんか相手。ポグバーやばやばい、それは。まあ、ダイレクトだから威力が増したのかもしれないけど。オッケー。いやー。これね。守備が、わー、足出したらダメ。マチュイディ戻れ。マチュイ戻れ。
オッケー、ナイス。あー、これパスでよかったな、普通の。この波状攻撃ね。いやー、ボランチ組がやばいよ。すごいよ、ボランチ組が。これはクロスでいい。決めよう。マジケージヘッド強っ。今のはね、相手のミスからも、中ドフリーだったんでね。クロスですね、シンプルに。いや、オッケーオッケー、いいね。てか、守備がね、やっぱね、ここ、マンジュもそうですけど、チェイシング持ってるからね。ベンゼもすごいな。これ、クリバリとベルの1対1。縦かな。うまい。切り返すタイミングうまい。寄せた方がいい。いや、うまくねえのか、ベンゼマ。あぶねえ、ナイス。ナイス、バラン、体入れ。OK、開いた。よしよしよし。とりあえず、前半 3-0 ですね。いやー、いい感じ。まあ、このまま、勢い乗ってね、もう何点か決めたい。よろしくお願いします。後半ですね。これはね、下げる。で、ここのフォワードと、フォワードと、で、サンドイッチする感じ。ディフェンスとね、中盤のところ。ナイス。ポグバがうまく切ってる、ここ。で、マッチュで間を消しに行く。オッケー。ここで行って、ナイス。もう、ポグバ最高。さあ、ここでムワッペだ。スルーパスある。マジ決めよう。よし、オッケー。さあ、ということで、4点目決めて、カウンターがうまく決まりましたね。中盤の守備がかなり良かった。ということで、スーパーサーブ入れていきましょう。ということで、ギブアップですね、おそらく。はい、ということでね、もう一試合ちょっとね、やっていこうかなと思います。カンテのちょっと能力がね、低くなったバージョンみたいな。まあ、それでも、金層ゴチ80で、この能力はやばいっすけどね、結構。いや、強い、ナイス。あるよ。いや、これ君を、いやナイス、ムバッペ。流れの中からでしたね。もう相手は止めることはできなかった。まあ、今の速さだとやっぱ街から始まってあそこで攻撃でねワンテンポ早いとこ進めるんで、さあ守備頑張ろう。守備、そうそう、ここ、そう、今みたいにマチューディとマチューディは戻ってるんで、あそこまで、さあ行こう、行こう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 、ベリー行こう。おお、これはこれは来ましたね、今。ベイルの足首。大丈夫か、ベイル。足首にややダメージ。さあ、マッチから、どうする？間つこう。間を。間。決めよう。いやー、ムバッペ神。ナイス、フランスの友ね。マッチのフランスの友。いいよ。さあ、で、やっぱ今回守備力、守備のとこですね。ポグバとマッチで、いや、いいね、プレスバック、今の。オッケーオッケーオッケー。今みたいな感じで取ることはできなかったんですけど、ああいう感じでもプレッシャー中盤、ボックスとボックスで、しっかりとね、与えてくれるんで、縦横無尽に駆け回る。さあ、いいね。いいね。決めちゃえマチューディ決めちゃえ、やばいな、やっぱスピードがあるからね、このマチューディは。そこが存分に活かされてる。いければ強い。お、お、お、うまい、そこ見えてるか、そこ見えてるか、クロスかな、まずい、うわー、やられちまったやられちまった。今のはやられ、あそこのね、アザールのとこかな、よく見てたな、あれ。さっき。ナイス。オッケー、マッペ取れる。マッペ。いや、マジ決めろ。よーし、オッケー。
ムバッペ粘った粘った粘り勝ち粘り勝ちですね今の。よしよしよし、オッケー。前半のうち4点はでかいんじゃない。はい、ということでね、今回は皆さんご視聴いただきありがとうございました。もしですね、まだチャンネル登録してない方いたら、左上の僕の顔マークの方からよろしくお願いします。右側にはおすすめ動画載せてるんで、ぜひそちらもご覧ください。では皆さん、また会いましょう。さよなら、バイバイ。